はい、こんにちは。ということで今回はね、まどまぎイベントさやか究極のメダルと根気をね、めちゃくちゃ稼げるように編成を作って紹介していきます。はい、ということでまず目印なんですけども、矢印の先端で、まあ、カモメよりちょっと離すっていうのもありなんですけども、ハートが出てしまった際見えないので、この牛さん、一番左の牛さんの尻尾の方に矢印右端右辺を沿わせて打ってあげる。ちょっとね、分かりづらいので右の方に画像を載せておきます。で、こんな感じにロダンに当たりつつ、周りの友情コンボ誘発してジャヒーを配置していくっていう感じですね。で、これ2手目の鈍速かつスコア枠ですね。ここね、ちょっと足が速すぎると 1P と 3P の配置を崩しちゃって、ダンクレーザーを出しにくい配置になってしまうので、できるだけ鈍速を使ってください。で、この際にジャヒーを右にずらすっていう動作がね、かなり重要になります。はい、これをやることによって次のステージでダンクレーザーを出しやすくなって、まあ、ボスのワンパンがしやすくなるっていう流れのワンパン方法ですね。で、このボスに関しては3判定かな、まあ、左右に弱点が1個ずつあるので、弱点が来た方向に向かってダンクレーザーを放ってあげると、こんな感じでワンパンができますっていうのが、まあ、窓巻きコラボで僕が周回しようと思っている編成の紹介です。はい、ってことでね、まあ、ちょっと4手目あたりの代用をいくつか紹介していこうかなと思います。まあ、ここはぶっちゃけ4手目に関してなんですけども、ぶっちゃけね、ルビーの友情コンボホーミングだけで結構雑魚って一掃できるんですけども、残っちゃう時があるんですよね。紋章とか平面つけてても残っちゃう時があるので、それを補助するようなキャラですね。まあ、一番いいのが今使っている尾形とか、さっき使ってたアナスタシアみたいに 4P のキャラで一掃できるキャラ、まあ、もうルビーのホーミングを使わないぐらい一掃できるキャラが一番いいんですけども、まあ、どうしてもね、キャラ持ってないとかそういう風な方はね、自分が今手持ちにいるめちゃくちゃ友情火力の高いキャラ入れてみることをお勧めします。さっきね、初回で紹介したアナスタシア、紋章なしアナスタシアの方もあれ一掃しているように見えて、ちょっとねルビーのホーミング使ってるんですよ。なんでそれぐらい結構この一さんたち残っちゃうので、割とやっぱ友情火力高い方がよりね、抜けも早くなったりとか安定も取りやすくなると思うので、まあ、ぜひいろんなキャラ試してみてください。まあ、一番おすすめはアナスタシアですね。はい、まあ、アプローチが早い友情キャラが一番いいかなと思います。はい、ということでね、以上が一旦窓まぎの、根気&メダル周回用の編成でした。ということで終わります。バイバイ。